最初は関西学院大学、知らない人結構います。 I wish I had written to her、 これちょっと面白かったね。 It is、 まあこれは狙われるんですよ。結構絶対出るもんね、毎年必ず出るじゃん。そうで始まりました、マテチャンネル。さあやってまいりました、今年も入試問題公表シリーズですね。最初は関西学院大学、2月1日行ってみましょう。これは本当にね、受けてない人もむちゃくちゃ役立ちますから、解説していくんで。同じところが問われる問題っていっぱいあるので、これ解いて、その次の日の坂井坂成蹊大学の問題解いてたんですけど、やっぱ同じとこ問われてたりしてるんで、ぜひですね役立ててください。はい、まあ全体的な感想は基礎、はい、基礎ができていれば大丈夫、知識入れておけば大丈夫っていう感じだと思います。はい、満点も続出する問題だと思いますね。1ミスとか2ミスの人も結構いるんじゃないかなという印象です。つまりマーチレベルの知識があれば全問正解できます。では知識系からいきましょう。4択からいきましょうか。大問4、 Dan stayed up all night to get his work done sort っていうですね、これこんなん出んのって思うけど、出ますよ。もうすでに今年の入試問題でもですね見てます。はい、よく出ます。不可疑問っていうのは stayed っていう過去ですから did が正解です。今後出てくる動画でも私同じ解説出ます。はい、で次は He told me that I should complete the application form a week in advance ofthe due date ですね。 in advance of、 知らない人結構います。 in advance は知ってるでしょ、あらかじめ。でも in advance of なんとかの前っていうのは TOEIC でも去年出題されてたかな。次3番は He acted more sincerely she might not have gotten upset って、まあ仮定法の問題ですね。よく出ます、仮定法、過去完了の統治 had にしておしまい。はい、まあしょっちゅう出る。次は with better、 はい、 had better ですから後ろは原形go でおしまい。 go over ですね、チェックするみたいなですね。次、for the scholarship, I wouldn't be here at the Cambridge to study English. また、仮定法、bad 4ですね。はい。これがなかったらっていうやつです。すごく硬くて、あまり普段使われない表現なんですが、入試問題では、なぜだかよく出てきてしまいます。で次、most of the items on this shelf are items なんとか、I cannot do without、 これなしではとやっていくの無理だよっていう、 without の目的もないですから関係代名詞 that を入れておしまいです。アイテムズにかけてください。次、 I wish I had written to her、 これちょっと面白かったね。 It is I will have to apologize for my long silence って、文法問題単体ではほぼほぼ見たことなかったですね。 as it is ってやつですね、実際はってやつね。こうだってたんだけど実際はしなかったみたいな、否定するやつだよね。手紙書いとくべきだったんだけど実際はしませんでしたみたいなやつね。この一途の指すものがねえってやつね、完全なイディオムです、知ってるかどうか。だからこれが一番むずいんじゃない、この文法語法では。次 He tried to me that、 はい、これ言う系ですね。めちゃめちゃ問われますね、もう入試問題。人 that の形を取れるのは convince でしょ、あと全部 to 人じゃん。 explain to 人、 propose to 人、 say to 人でもね。 We will serve a variety of local dishes、 a variety of 様々な有名ね。 Please cometo the table and help yourself ってよく言うね。だからそれの複数形 help yourselves ってね、はい、自由に取って食べるみたいですね。で、he's very positive in the way that he makes the most of his failures ね。make the most of ですね。最大限利用して、最大限活用して頑張るっていう表現でした。はい、どうだったでしょうか。これ知識抜けてるなとかですね、初めて知ったなっていうんだったらぜひぜひ役立ててください。では大問1から長文いきましょう。知識がねやっぱりね問われてますね。最初 closely の言い換え、 carefully 基本、 let alone の言い換え、 matchless 基本、 initially ですね最初、 at the beginning、 はい、もう基本ですね、全部基本です。次が穴埋めしていく問題で、 have access to のアクセスですね。で次が far from で、こう全然違うよってやつで、3番が effect ですね。これはその前に出てたよね、これ確かね。 so the effect this has on the view っていう形で、関係詞の説の前にいるやつね。drawn from があって、eliminate は文脈でやる、consistent あったな。remained consistent だったね。で、最後は carry out。あ、面白かったね、これね。the measures he recommended could be carried out だったんで、he recommended が間に挟まってるよね。the measures could be carried out だけだったら簡単なのにね。まあ、ちょっとね、文章自体がね、読みづらいと思った人もいるかもしれないですね。ちょっと抽象的な内容だったんで。で、A 文の言い換えは、1位はね、迷った人も多かったかなと思ったね、言い換え。こんな風になるの。まあ、消去法でやればでも1個しかないよね。で、2個目は、the case が true の意味になるやつは、まあ、知らないといけないからな。で、次、内容一問題、まあこれがめんどくさかったかと思いますね。発達のうちから3つ選ぶやつですけど、まあまあ明らかに違うのがいくつかあるので、消去法で削っていってもいけるかなと。全く
関係ない選択肢あるよね、感覚ってね。なんで引っ掛ける気あるみたいなね。二つ目はね、長文自体面白かったね。なるほどね、アメリカとかの子供たちっていうのは小さい頃から売り買いするとか会社経営するみたいなことを学んでるってことがわかるよね。日本ってそういう機会ないね、そういうね。だから経営者とかになれる人って少ないんだなって思います。最初言い換え The next one painting、 あー省略されてるやつね。 Next one っていうのが The next Thursday だって気づかなきゃいけないんだよね、確かね。ただ The next Thursday だけ分かっててもダメなんだよね。 The same day of the following week って言い換えるわんだけどね、まあ、B なんてひどいよね、引っ掛け。あ、The next Thursday だって分かったと思いきやね、ワンストーンとかいう引っ掛けになってるしさ、いやらしい引っ掛けだと思った。次、fell in the red だから、はい、そうですね、この赤字のやつね。まあ文脈でわかると思います。investing in the future はこれもう完全に最後のやつで、文脈でわかるよね。はい、次から知識。sign up for ですね。はい、登録するとかでね、トイックにもよく出てくる。join が正解でしょ。come up with idea が浮かぶだから think of。これ意外と出ますよ、think of と come up with の一回。で次は solid が satisfactory ね。そうそうそう、これ solid plan でしょ。狙われることありますね。solid が硬いだ。だからハードプランってなんかディフィカルトみたいな風に考えないでね、いい意味ですから、ソリッドプラン。で evolve、 進化と improve はつなぎやすいかな。これ文脈必要かな。赤字出ちゃってその後埋め合わせたっていうので make up for、ね、で pick up、 あ、そうそう、能力とかをピックアップするの場合は gain ですね。 pick up ってこの improve の意味もあるし、その何かをゲットするとかたくさん意味がありますね。で次の内容一致はどっちも簡単でしたね、超楽。え、大門さんね、これ面白かったね。昔は水よりもビールとかの方が安全だったから子供も飲んでたってね。で働いてる人たちもいっぱい飲んでたから酔っ払いながら仕事してたみたいな話だったね。でもコーヒーが出てきてそれでシャキーンみたいなね。で最初はテイクオフ、トゥックオフね、はい。でそれから始まるだから簡単、これはね。で meet the needs、 はい、で meet family needs ね、これ絶対出るもんね、毎年必ず出るじゃんこの meet。 だからどの授業でも超大事だよっていつも言ってるやつです。はい、タスのミートは知っておいてください。 alternative ですね、これも、はい、名詞にならなきゃいけなかったしね、そもそも A novel alternative、 新しく代わりになるものっていうので、それがコーヒーだ。次の prove、 後ろに形容詞来てるから SVC 取れるのが prove でおしまい。で次が be unable to、 これは文脈が必要ですね、その前の時代はできなかったけどっていうやつです。次は regardless of、 はい、それに関係なくってですね。で7 provided、はい、文脈でいく。explode ね、数とかが増えるっていう時にも使えますからね。で今回は consumption だったかな、消費が増えるっていうやつでね、爆発的に増えましたっていうやつです。で内容一も簡単です、引っ掛けおかしいし、何それ、どこにも書いてないじゃんみたいなのがありましたね。続いて大問5は、並べ替え問題。日本語ついてくれてるので優しいですね。これは多くの有名な数学者が答えを見つけようと試みてきた問題である。まあこれは狙われるんですよ、結構。何がかっていうと、Many famous mathematicians have tried to find the answer to ってやつです。answer の後ろに to がくっつくってですね。そう、名詞の場合は to が必要になります。動詞の場合は to いらないっていうポイントが問われるんだよんっていうふうに言いましたね。そうなんです。だからこれも、バリ出るんです。はい。私の普段の授業出てた方、いました？はい。次も超品数って言いましたね、これね。だから、並べ替え問題でこいつはよく問われるといつも言ってるやつ。はい。It was not until でしょ。It was not until his second book that the author attracted attention from。次、昨晩地下鉄から降りるとき最後盗まれてしまった。はい。こいつもよく出てくるやつね。I had my wallet stolen ってやつね。はい。被害受けるハブですね。で、when getting off the subway。ですから、when 足す ing で get off と。はい。簡単。で、次、翻訳するのは我々が予想していたよりも労力がいらなかった。はい。これもそうですね。授業中に話したやつです。はい。It took less effort to translate the article than we had expected。この than we had expected。ここのポイントがよく出ると言いましたね。で、次、ネット配信のおかげで誰でもニュースキャスターになることが可能であると考える人もいる。 Some people think that online streaming that makes it possible for everyone to be a broadcaster. はい、 make it possible for to ですね。はい、 make の語文形で、その中で it to がお腹に入るやつ、これが一番出やすいんですって言ったんだよ、授業でね。だから、まあ、自分のあの文法書出てるやつも並べ替え問題こいつ入れてます、ね、だから find と make の it to がお腹に入ってるやつは絶対に並べ替え出るのは抑えなきゃいけないと。だからこれ超絶品質のものが 2,3,5 でしょ。
で、最後会話問題は、これも簡単でしたね。最初がゲレンタッチウェイズ。あ、ただ引っ掛けようとしてますよ。で、ask you something about 何々。これも全然難しくないですね。で、次が、I was playing a game on my phone when it slipped out of my hands っていう。これも過去進行形があって、when って SV 過去形ってやつです。よくありますね。ストーリーを話してたりとかするときによくあるやつですね。手から携帯が落ちちゃって、た時にゲームをしていたじゃなくて、携帯でゲームをしてた時に手から落ちたって、こういう風にね、まっすぐ読んでいかなきゃいけないやつね。で、デバイスね、はい、うん、さっき武田塾の国立校で、その後ろで特訓やってるの聞いてる中で出てましたから、デバイス、携帯電話はデバイスですからね。普通にデバイスとかって言ったりしないとかっていうのさっき聞いてた。で、次かな、引っかかっちゃうのは in danger of とか in case of に引っかかっちゃダメですね。 in possession of ですね、それを持ってるってですね。 I was in possession of all this time。 あ、で、これもね、これは河合の授業かな、解説したのは。I never would have realized。 そう、never は would の前に置けますね。would never have しか知らない人が多いんですけど、 never を would の前に置くことも可能です。これどっちでもいいんだっていうのは話してる授業で。で、 how am I going to reach you、 はい、連絡するですね。これはトイックでもよく出ますね。で、次は I'm joking は文脈ですね。で、 I'll miss my phone free days、 I'll miss you みたいな感じね。 I'll miss my phone free day、 フォンがないですね。何々 free はなんとかがないですからね、無料のじゃないですかね。はい、という感じでした。こういった形で、はい、またいろいろと解説していきますが、これがね、役立ちますから、また出るんですよ、別の大学で同じような問題が。まあ、英語ってやっぱね、無限にあるんだけれども、出やすいところってやっぱ決まってるんですよ。よく出るところはよく出る。だからなんか入試終わってさ、なんかめっちゃネクステのやつって出るよねとかっていう人いっぱいいるんですけど、それはそうです、そういうのを集めてるやつだからね、よくわかってるので、はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、そして高評価チャンネル登録を忘れずにお願いします。今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。